皆さん、こんにちは。インスパイア株式会社の横田と申します。今日は、あの、2回目ということで、ここにも書きましたが、前回はチャット GPT のお話をさせていただいたんですけど、まあ、実はチャット GPT だけではなくて、まあ、ライバル会社のいろんなサービスが出ていて、まあ、競争が激化しているということで、まあ、それぞれのいろんなサービスの特徴をして、まあ、使い分けてですね、いくと、まあ、無料版でも結構いろいろできますので、ぜひそういうですね、今日は、それぞれのいいとこと、どういうふうに使い分けたらいいか、みたいなことがですね、わかる いいのかなということでお話をしていきたいと思いますがまずちょっと前回の復習として少し入れておきましたが、まあ、重要なのはここですねその対話型生成 AI と言われているものの、まあ、いわゆる頭頭脳の部分がこの1年半ぐらいでめちゃくちゃ賢くなったよということで今ここにありますようにチャット GPT 前回お話しましたが 4o っていうのが今年の5月に出ましてこれが IQ105 ぐらいになりましたと。 ということでこれより上に、まあ、クロード3.5っていうのがありますよと。で、クロードとかって言葉も前回出てきましたけど、こういうですね、チャット GPT 以外の対話型生成 AI の話が今日のメインになりますということですね。で、まあ、実はさ、えー、前回もちょっとお話ししたかもしれませんが、この図ですね、ここのところにいろんな g a f a ムと言われている会社が 対話型生成 AI に参入してきてるんですけどここに実はね、一個漏れている会社があるんですよねで、それが Twitter という会社今名前変わりまして X になりましたけど X も対話型生成 AI に参入していますで、これが Glock というサービスがあるんですけどこれがなんとついこの間8月の13日に、えー、バージョン2という Glock2 というのは出ましてこれでなんとですね、この辺を越えてきたんですね ということで今、この 4O と同じぐらい、もしくはこれをちょっと下回るぐらいのところになっていて、イーロン・マスクに言わせると、年内にはこいつら全部抜いて、俺らが一番になるんだということを言っていますま、本当かどうか分かりませんけど、出てまだ1年ぐらいなんですけど、そのスピードで言えば、もしかしたら超えてくるかもしれないというですねえ対話型生成 AI も出ています。 でこれはあ,のあんまり言うとちょっとあれなんですけどそのまあ皆さんの会社の従業員でもえあの取引先の方でも結構なんですけどそれぞれの人間には IQ っていうのがあってレベルが違います。それによって皆さんは仕事をねえこの人はこんなこと言っても分かんないから噛み砕いて話そうかなとこの人は頭がいいから適当なこと言ってもちゃんと理解してくれるからあのねこうなんか丸投げしちゃうよとかですねっていうふうに皆さん実は 相手のね、あの使い分けをね、頭の良さで使い分けをして喋ったりしているわけなんですけど、まあ、それがだんだん相手が賢くなっていくと、まあ、ある意味、だ適当にやっといてとていうだけで通用するようになるっていうのが、これから来年以降やってくるということで、まあ、IQ が100を超えてくるっていうのはそういうことですって話までいたしましたということですね。で今日はあの前回の実はテキストの中にも入っているんですが、えー 時間の関係でゆっくり話してですね、飛ばした部分があるんですね。その部分を少しお話ししてから、今日の本題に入っていきたいと思います。まずですね、よく言われてるんですが、ChatGPT を自由に操るプロンプト作成術ということでお話をしたいと思うんですけど、例えばですね、こういう問題があります。ちょっとだけめんどくさいんでコピーしますけど、はい。 はい、えよかったら皆さんもです、ね、やらせてみるといいかなと思うんですがこれチャット GPT を開きましてここのとこに質問をちょっと投げています。ひらがなもしくはカタカナで表した時に3文字になる果物の名前を10個挙げてくださいという質問です。これあの 小学校の問題ですよね。小学校の1年生とか2年生ぐらいで、個なるもの 3, 3文字になるものを10個、ね、書いてくださいみたいなテストがあったかもしれませんけど、この問題をチャット g p t に溶かしてみるとどうなるかということで、送信ボタンを押してみたいと思います。はい、そうするとね、もうこ,この時点でも間違うんですね。でみかんは OK だけど、桃って2文字じゃんって、梅って2文字じゃんと思うんだけど、 堂々と間違ってますねでこういうことが起きる。なのでこのせい,いくら 100, 100を超えてきたといってもめちゃくちゃバカなんですよね。人間ではありえないような間違いをするわけですよ。じゃあこのような間違いを何でするのかっていうことなんですけどこれを仮に1回目このような答えが書いてた時になんだこいつ頭悪い,いじゃんと思ってもうその人にそういう仕事を出さないっていうのも一つだけどでもこの人は きっと僕の言い方が悪かったから質問に答えられなかったんじゃないかなと思って言い方を変えてみるという方法がありますよね。ということでどういうふうに言い方を変えてみるといいかということなんですがこれ逆に小学校1年生の授業に戻ってもらうと分かるんですけど例えばどういうことをするかっていうと皆さん果物知ってますかと知ってますって言ったらじゃあ果物の知ってる名前をとにかく思いつく限り全部書き出してくださいって言った。 はいって言ってて言みかかかかんとか桃とかリンゴと桃で書いてきますで皆さんたくさんふだん物知ってますねって言ってこの中でカタカナとかひらがなで3文字になるものだけをそこから抜き出してくださいって言った「はい」って言って「でえー、桃はダメ」とかね「梅はダメ」とかって抜き出して「でみかん」とか「りんご」とか抜き出してきますね。でその数が10個になるまで皆さん書き出したものに丸をつけましょうみたいな丸をつけていったら間違わないで10個できたりとかすると思うんですね。 でこれ不思議なんだけど、AI もです、ね、同じことをすると正解を出すということがあって、えー、ちょっと実際やってみたいと思うんですね。こんな感じです。これ、そのままなんですけど、これ、コピーしまして、はい、ここに投げています。はい、果物の名前を上げてください。名前を上げるごとに、その名前が何文字だったかを出力してくださいと。上げて、横に何文字、2文字、3文字って上げてくださいと。 そしてその3文字だった場合があったらそれは丸をつけてください。まあ、これ記録って書いてますけど丸をつけてくださいって意味ですね。でその丸をつけた分の合計が10件になったら丸をつけた分だけを書き出してくださいと言っただけです。でこれではい送信ボタンを押してみたいと思います。そうするとね こう桃っていうのはあこれ2文字だからダメだってなって、梨はダメだってことになって、梅ダメだってことになって、バこれ4文字だからダメだってふうになって、これ5文字だからダメだってなって、で、これ3文字だけ抜け出して、正解なんだけど、惜しい。9件しかないと。不思議ですよね。これこ,こ10件って書いてるのに、これ9件しかないと。惜しいですね。これは、えっ、ー、と、来地までが21番で記録済みになっているんだけど、来地まで行ってるけど、間違ってたら、 1つ足りないよと。ちょっとめんどくさいんで、音声入力しますね。1つ足りないよと言ってみましょうか。はい、そしたら失礼しましたということで、最後、ビワって言うんですよ。いや、だから3文字って言ったじゃんって話なのに、もう忘れてね、こ2文字になってますね。で、こんぐらいね、チャット GPT って実はバカなんですよ。なんだけど、さっきのこの1回目よりも2回目の方が正答率は上がってるじゃないですか。 でこれがこのプロンプトを書くときのコツっていうものなんですね。で、これはあの僕もよく分からないんですけどおぼろげながら大学生のことを思い出してみると分かるんですけどプログラミングっていうですねパソコンとかのシステムを作るときにプログラムっていうのがあるんだけどこのときに使ってるロジックと同じことを実は日本語で書いているんですね。つまりえ皆さんもいろんなプログラム ソフトとかですねシステムを使ってらっっしゃると思うんですけど、使っててよくバグっていうのがあってあのうまく動かないとか間違ったりすることがあってでそれをシステム会社に言ったら「すいません直します」って言って直したりしてうまく動くようになったりすることってあると思うんですけど一応あれも同じようにうまく動くようにプログラミングをしてるはずなのにうまく動かないからバグって言ってエラーになるわけですね。でなんでこういうエラーが起きるかっていうとプログラムの書き方が悪いんですよ。 でこれは文章の書き方が悪いっていうのと全く同じ話なんですね。こういうことがある。じゃあ、どのようにまあ考えればいいかっていうことなんだけど、これ、ざっくり言うとですね、ざっくり言うと、大きいことから小さいとこに絞り込めっていうのが、プログラミングを書くときの必須なんです。なので、まず、果物の名前あげなさいって一番大きい括りです。自分が指示している中で、一番大きい指示をまず与えておいて、その中で、 何文字だったかを記録しなさいっていうのが2番目に来ていてあ何文字だったかをまず計算しなさいが2番目にあって何文字だったかってことが分かったらその中から3文字のだけを抜き出しなさいっていうのがあってでその抜き出した数を合わせて10件になるのを書き出しなさいっていうふうになってますよねこれを通称何ていうかっていうとステップバイステップっていうふうに言うんですけどステップバイステップと言います で物事を考えていく時に1まず何をしましょう2何しましょう3何しましょうって言ってこういうふうに考えていくとできるでも一番最初に指示したものはこういうことやってなくてただ10個書き出しなさいっていうだけだったらこれでうまくこの言葉を理解してできる人は IQ が高い人なんですね IQ が低い人はこれができないからこれを噛み砕いていくとこういうふうに順番にやっていきなさいね っていうとできるでこれあの算数とか国語とかでも全部そうなんだけど先生がその人のレベルに落として話をする時には必ず大きいとこから小さいとこに徐々にこうステップを踏んでやっていくっていうのと同じなんですけどなので AI に対しても同じことが言えてもともと頭脳は持ってるんだけどその頭脳をより上手に使おうと思ったらこのプログラミングをちゃんとやらなきゃいけない。 え文章をちゃんとねあの順序立てて説明しないと書いてくれないというのがプロンプトを作成するときのコツというものになりますでこれはこういうことが分かっていくと実は従業員に対して指示をしたり取引先に外注でお願いするときも激励劇的に皆さんの仕事は効率が良くなります一回手伝わらなかったからまたやり直しということがなくなってくるんですねなのであのまあチャット GPT のためだけではなくて皆さんが 夫婦でもそうだし子供でもそうだし従業員でもそうなんだけどコミュニケーションするときの基本のものをマスターすると AI に対しても同じことが通用するようになるのでコミュニケーション術としてぜひ勉強してほしいなっていうのがこのステップバイステップってやる方法が一つあります。あ消しちゃったけどまあ,まあちょっと日本語で言うと順序立ててってことですね順序が書けないけど順序立てて 話すっていうことですよねこれはまだ多分小学校1年生ぐらいとかの国語とかで習ったと思うんですけどこれがまず大事ですって話が1つ目ですね。で2つ目はどういうふうにしたら分かりやすいかってなったときに2番目は具体的なえー、っと出ない具体的な例を載せるっていうことなんですね。 具体的な例を載せる示す例えば3文字っていうのはみかんとかりんごとか、えー、こういうものですよ。ライチっていうねひらがなだったらみかんだしカタカナだったらライチっていうものですよ。で桃とかっていうのはこれダメですよ。2文字ですよ。って言った方が「あ3文字ってそういうことなのね」と。 でね、なんでこういうような間違いをするかというとこれ、ひらがなの3文字とカタカナの3文字を実は AI が理解しにくい状態になっているんですね。なんでかというとチャット GPT というのは日本語で AI が考えているのではなくて一回こっちから指示を日本語で出したものを一回英語に翻訳して英語に翻訳した答えを AI さんが英語で考えて英語の答えを出したものを日本語に戻して書き出しているんですね。 なので、日本語の3文字と英語の3文字っていうのがあって、これに英語でも3文字じゃないんだけど、こういうとこで若干ミスるんですね。っていうものがありますので、もともと AI っていうものは日本語で作られてるんじゃなくて、英語で後ろで動いてるんだっていうことが分かってほしいんですね。なので、なるべく具体的な例を載した方が精度上がるっていうのが2番目です。で、3番目はですね、3番目。えっと、 まあ3番目ぐらいにしときますけど3番目は何かというとこの順序立てで説明する具体的な例を示すということがあって3番目は何、えー、て言えばいいのかな何て言えばいいですかねここ,こ,こ,ここに書いてるんですけど英語で質問するですね感情表現をつけるとか、えー、主語を省略しないとかっていうふうにあるんですけどご視聴ありがとうございました。 続きをご覧になりたい方は、チャット GPT だけじゃない対話型生成 AI の競争激化というセミナー教材を買って勉強しましょう。生成 AI を活用した検索エンジン集客と SNS 反則についての4部作となっている今回は2回目になります。マイクロソフトが V 字回復の対話型生成 AI、コーパイロットとは、Google が本気を出す対話型生成 AI のジェミニとは、Amazon も出資している対話型生成 AI のクロードとは、 Facebook のメタ社が出している対話型生成 AI のラマとは、X が SNS の良さを生かした対話型生成 AI のグロックとは、ソフトバンクと提携している対話型生成 AI のパープレキシーとは、まだまだ乱立する生成 AI を使い分ける秘訣には、 というテーマで、セミナーレジュメ80ページ、セミナー映像音源3時間9分ずつ、そしてスカイプやズーム相談1時間がついて5000円で販売いたします。ぜひ教材を買って勉強しましょう。